どうも、メカです。今回はこんなプロフィールの自分が100万円から不動産投資ができるみんなで大家さんについて、特徴やメリット、デメリットを紹介していきたいと思います。最後までお付き合いいただけますと幸いです。みんなで大家さんは少額で不動産投資ができるサービスです。出資金に対して賃貸利益を分配する仕組みとなっています。通常不動産投資といえば数千万や数億円という大きな資金が必要になりますが、みんなで大家さんならば低資金から不動産投資を始めることが可能です。第1号案件は平成19年の9月にスタートしていますので、すでに15年以上の実績があります。みんなで大家さんのスキームは不動産特定共同事業法を利用しています。みんなで大家さんと投資家が匿名組合契約をし、投資対象から得た利益を分配金として投資家に還元する仕組みです。この不得法を利用したスキームは不動産投資型クラウドファンディングを行っている多くのサービスでも利用されています。また営業者も出資していることで、投資家が優先出資、営業者を劣後出資として投資家のリスクを軽減している優先劣後方式を採用しています。みんなで大家さんで分配金をもらうまでの手順は5ステップです。まずは資料請求をして口座開設します。その後投資したい案件を決めて契約をしてください。運用が開始したら2ヶ月ごとに分配金が支払われ、運用が終了すると元本が償還されます。ではみんなで大家さんのメリットを紹介していきます。全部で4つあります。1つ目は実績です。みんなで大家さんはサービスをスタートさせてから元本割れは1件もありません。元本割れだけでなく、想定利回り以下になったことがないと公式サイトで公表しています。10年以上運営しているにもかかわらず元本割れがないのは素晴らしい実績です。しかしネット上を見ると、過去に分配金の支払いが遅延されたという情報があります。公式で発表されている情報をそのまま信用していいのかは難しい部分があります。2つ目は優先劣後システムです。スキームでも少し触れましたが、みんなで大家さんでは投資家が優先出資、営業者が劣後出資という優先劣後システムを採用しています。営業者は2割ほどの所有権を取得するため、この範囲内で不動産の価格が下落したとしても投資家には影響がありません。リスクを低減される工夫がされています。3つ目は利回りです。みんなで大家さんのファンドを見ると利回りは 7% 前後です。他の不動産投資型クラウドファンディングサービスの利回りは 5% 前後が多いので、やや高めの利回りになります。仮に100万円投資した場合、税引き前利益で7万円ほどになります。4つ目は途中譲渡です。投資をしても手数料を支払えば権利を譲渡できます。営業者へ譲渡する場合は出資額の 3% 相当額、第三者へ譲渡する場合は出資額の 1% 相当です。もし100万円出資している場合は、それぞれ3万円と1万円、なかなかの手数料にはなりますが、それでも解約できるというのは投資家にとって大きなメリットです。途中譲渡ができない事業者も多い中、これは良心的な設定と言えます。続いてデメリットです。5つありますので詳しく解説していきます。1つ目は最低投資金額です。みんなで大家さんでは100万円からしか投資ができません。不動産投資は100万円という少ない資金ではできませんので、そう考えればメリットなのかもしれませんが、初心者がいきなり100万円を出すというのはかなり度胸がいることです。参考までに他社を見ると、クリアルやリンプル、
大家 .com は1万円から投資が可能です。100倍も変わってきます。2つ目は運営会社についてです。みんなで大家さんはすでに10年以上運営していますが、運営会社は上場していません。上場企業の場合は自社の株式が市場で売買されているので、何か問題があると株価が下落します。これにより健全な運営をしなければいけないという抑制機能が働きます。上場会社は信用できるという法定式が成り立ちます。みんなで大家さんの場合は上場会社ではありませんので、信用力という部分を見ると少し他社よりも劣る印象があります。3つ目は行政処分です。みんなで大家さんの運営会社は過去に行政処分を受けています。内容は31億円の過大計上です。これにより60日間の業務停止処分を受けています。その後資金調達をしたことで現在の運営に問題はありませんが、やはり行政処分を受けるというのは投資家として心配な事案です。4つ目は元本保証です。投資ですので元本は保証されていません。運用がうまくいかなければ損失が出ることもあります。投資家のリスク軽減のために優先劣後システムを採用していますが、想定外に不動産の価格が急落した場合、補うことはできません。リターンを求めるならば、リスクを負う必要があるということはしっかりと認識しておきましょう。5つ目は、ネットだけで完結しないところです。みんなで大家さんは、会員になるために資料請求しなくてはいけません。今は会員登録から投資まで、すべてネット上でできる不動産投資型クラウドファンディングが主流ですので、みんなで大家さんのシステムは一昔前の印象を受けます。みんなで大家さんにおける簡単なシミュレーション結果を紹介します。100万円を利回り 7% の案件に5年投資すると、年6回の分配金を5年間得られ、合計35万円の分配金が得られます。あくまでシミュレーション結果ですので、参考程度にしてください。では、最後にまとめます。10年以上、元本割れがないというのは非常に評価できます。しかし、自分としては投資初心者にはお勧めしません。やはり、最低投資金額が100万円と高いですし、過去に行政処分を受けているのは引っかかる点です。100万円投資するならクリアルやリンプル、ジョイントアルファ、大家 .com など複数のサービスで投資することをお勧めします。数年前と違って、今は不動産投資型クラウドファンディングの選択肢が非常に多いので、まずは他社から定額で始めるのがベストだと思います。以上、今回はみんなで大家さんについて紹介してきました。こんな感じで自分のチャンネルでは、日々の生活を少しだけ豊かにする金融関連の情報を発信しています。参考になったという方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。